どうもアガポニです。今回は閃光の主ミミズズについてです。この主はライド状態の通常移動で近づいてもこんな感じでね逃げられてしまうことになります。でどうするかというと L ボタンを押し込めて使えるダッシュを使って近づくことでこのびっくりマークを表示させることができまして、その後もダッシュで追いかけることでバトルを開始することができます。ちなみにダッシュに関してはこの場所にいる岩壁の主崖ガニのレジェンドルートをクリアすることで手に入るライド技になってます。このねダッシュがないと主ミミズズをクリアできないのかまでは検証しきれていないんですが、まあ、私の場合とりあえずダッシュを使うことで進めることができたので、同じような状況だった場合はまずは主崖ガニの方をクリアしてくるのが早いかと思いますね。最後に補足ですが、主ミミズズの弱点は炎と格闘になってます。この2つどちらかの弱点属性で攻撃すれば楽に勝てるかと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。